EXILE GENERATIONS FROM EXILE TRIBE の白濱亜嵐が23日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ファンからの質問に回答した。白濱亜嵐、質問返しでアルバムへの思い明かす。2023年3月8日にニューアルバム、10はローマ数字の10をリリースする同グループ。この日、白濱は、ジーンや、10に関するお質問、そしてファンから質問を募集した。10のタイトルを決めるのにどれくらい時間がかかりましたか？という質問には、本当に何度も何度も話したので3、4回くらいの会議文は決まりませんでした、と回答。最終的に、クロス、か、点、かで迷いましたね、と裏話を明かした。続けて、10に収録されている曲の中で亜嵐くん一押しの曲は、という質問には、どれもいいですけどブランニューユーめちゃくちゃいいですよ、と返答。他にも、Now or Never という楽曲については、メンバーも見てる人にとっても一番の発散ポイントになる曲にしたくて、そし、ドラム以外はすべて生音を収録したことやファーストアルバム全曲から歌詞を拾っていることを告白。未来への手紙という楽曲については、歌詞がスッと入ってくる手紙のような曲です、と語っている。今後やりたい楽曲について聞かれると、久しぶりにゴリッとサウンドでゴリッとダンスが映える系はやりたいですね、と答えた白濱。さらに、亜嵐君にとってジェネレーションズとは、という質問には、もしもボックス、と回答した。なお、白濱はこれらの回答をラーメンの画像と共に投稿。EXILE の TAKAHIRO が自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、ラーメンテロやめろ、と突っ込む一幕もあった。これらの投稿に、インターネット上では、新しいアルバム楽しみです。楽曲への思いや裏話が知れて感動した。ジーンは、もしも、を叶えられる場所ってことですか。泣けます。TAKAHIRO と亜嵐くんがストーリーで絡んでるの仲良しすぎ、といった声が上がっている。